新州、まあ妙安寺さん、これちょっと行ってみましょうかね。まあ親鸞聖人のまあ御神影があるのかな、どうでしょうね。浄土真宗妙安寺さん、まあ後ろには大きなマンションがあるんですね。あ、鐘楼行ってみましょう。こちらにはね、群馬県指定重要文化財梵鐘、昭和30年1月4日指定です。妙安寺は親鸞の弟子常念、俗名藤原の雪座ね、親鸞の重邸により上総国猿島郷里三村庄に創建されました。その後酒井重忠の招きにより川越に移り、酒井氏が上野の国馬屋橋へ転封の際現在市に移りました。また東本願寺創建の際、妙安寺に奉安されていた親鸞聖人自作と伝えられる木像を金棒により、まあ、東本願寺に移し、以後お砂糖御坊として特別に、まあ、自覚を有しています。この妙安寺に伝わる梵鐘は経緯は明らかでありませんが、池の間には大工総者住人藤原の作者名があり、高さ約86センチ、合計54センチ、小ぶりのほっそりとした形のものです。装飾は、乳の間の各区に4段4列の乳を、下体には唐草紋を配した簡素なものです。鋳造年代は南北朝時代、1336から1392と推定され、薄い峠の熊野神社の古名勝とともに貴重な文化財です。なるほど。まあ、このような貴重な梵鐘があります。あ、確かにほっそりとしてますね。感じでも南側が向こうだから暗く映っちゃってるかな。あ、硬いっていうのは一番縁っていうか下の部分ですけど、あ、確かに唐草模様がありますね。映りますかね。はい、県指定重要文化財妙安寺さんの梵鐘です。こちらにはね、市指定重要文化財書籍豊臣秀吉和歌短冊、市指定重要文化財工芸品中継伝あの三楽の筆、指定年月日昭和39年12月22日、概要、幅20センチ、長さ 28.3 センチ、薄墨で和歌一首が記されている。夏山のしけりの中に、打つ虫は時にならぬと秋近き頃犬ひくへとある。表層は本願寺表層と称される本願寺の紋章を彫った金襴を使っている。豊臣秀吉1536年から1598年と本願寺の関係を知る上にも、また県内に秀吉の真筆が見られない点からも本短冊は貴重なものと言える。なるほど。まあ、右側はね、工芸品ですね。で、加納三楽筆。概要、長さ 34.7 センチ、
先端幅 10.5センチ、背面幅 50センチ、目の細かい良質の小竹の骨で作られている。まあ片面に鳳凰の図が、他の片面に翁に孔雀の図が描かれている。まあ緑星、朱、金などを豊富に使っており、ことに地の金粉は豪華で、桃山時代の豪壮な特色をよく映している。本中継は妙安寺に保管してあった親鸞聖人の木像を東本願寺に移した際、その褒章として先の短冊などとともに同時に送られたと伝えられる。なるほど。まあ東本願寺にね、まあ、木像を、まあ、壊れてね、お渡しして、その褒章としてね、まあ、こういったものが、工芸品とか、そういった短冊がね、まあ、送られたということです。なかなかいいものがありますね。こちらはね、聖徳太子堂ってありましたね。もともとは、こちらの建物、それを増築されたんでしょうか。そしてね、このお堂のね、左側っていうかな。秋山鶴吉王の胸像です。常夜灯。これは、睦組って読むのかな？木遣塚。よく、鳶の方とか、あれですよね、木遣を、まあ、されますよね。1番組、睦組、2番組、3番組、まあ、4番組。こういった感じ。木遣塚。面白いね。そしてね、こちらはね、華道協会ですね。創立35周年記念、昭和60年9月30日。まあ、華道協会といえば、花塚です。まあ、切り花にね、して綺麗に、まあ、されるので、お花をね、花塚、木遣塚、聖徳太子堂です。